こんにちは、オリバーです。今回はオールデンについて一歩踏み込んだ話、そんな話をねしていきたいなと思っています。オールデンというのは非常に人気の高い革靴ブランドの一つです。現在の価格で言いますと、カーフモデルで約11万円、コート版モデルで約16万円です。非常に高い価格です。しかしながら、本当にオールデンはこの価格に見合った革靴なのでしょうか。これについてですね、興味深い動画をですね、最近見つけました。それがこちらの動画になります。こちらの動画では、ローズ・アンビルというチャンネルで、ウェストン・ケイさんが運営しています。で、こちらは海外のチャンネルになりまして、すべて英語になっています。で、こちらではですね、オールデンの人気モデル、インディーブーツをですね、半分にカットして、その中身に何が隠されているのかを見るといった動画になっています。これを見てですね、私はちょっとショックでした。なぜショックに感じたのか、そしてオールデンにどんな秘密が隠されているのか、この動画の内容をですね、皆さんにシェアしていきたいなと思います。ちなみにこのインディーブーツをカットしている動画っていうのは全て英語になりまして、少しですね、ニュアンスの違いであったり解釈の違いがあるかもしれませんが、もし間違った情報などありましたら、コメント欄で指摘していただけると嬉しいです。ということで、私が最近見た動画の内容についてシェアをしていきたいと思います。動画内ではインディーブーツの価格というのは610ドルとなっています。610ドルと見ると結構リーズナブルな感じもしますが、日本での販売価格になりますと、こちら11万7700円と非常に高いです。ここでは10万円の革靴としていきます。果たしてこのオールデンのインディーブーツは10万円の価値があるのか。早速結論から申し上げますと、 K さん曰く10万円を出す価値はありません。残念ながらそうなんです。賛否はあるかと思いますが、その理由をですね、説明していきます。革靴ですので、革の質というのは気になる部分です。10万円以上する靴であれば、さぞいい革が使われているんだなという思いがあるはずです。そこで K さんはインディーブーツの革に対してスクラッチ試験のようなことをしています。これによりますと、革表面に多くの顔料が塗布されている感じがあります。また革の表面のきめ細やかさを見ると、カーフではなくカウハイドレザーのようだと言っています。カーフというのは10万円以上する革靴によく使われている革になりまして、生後半年以内の子牛の革になります。この革はきめが細かくて柔らかさのある革です。質感が非常にいいですので、牛革の中では高級品として扱われています。そしてカウハイドレザー、こちらはおそらくステハイドとも呼ばれるもので、生牛の革になります。生牛の革になりますと、カーフほどのキメの細やかさはなくなりますが、丈夫な革となりますので、ブーツなど耐久性が必要な革靴に使われることが多いです。おそらくインディーブーツはブーツという耐久性が必要となる革靴であるため、カウハイドレザーが使われていると思います。ですが革の品質、こちらを評価すると、 K さん曰く一般的な革とあまり変わらないと言っています。一般的な革もまあ悪くはないとは思うんですが、やはり10万円以上する革靴の革っていうのが一般的な革というのはちょっと微妙な感じがします。もちろんインディーブーツ以外のモデルではカーフであったりクロムエクスルレザー、またコードバンといった革が使われていますので、まあ、一概に全てが微妙とは言い切れない部分もあります。一般的に革靴の中身を知ることは難しいです。修理をしている方ですとか革靴を作っている方など一部の方は見ることはできますが、一般的な消費者靴の中身を見る機会っていうのは非常に少ないです。そんな中で K さんはインディーブーツを半分にカットし、中身を余すことなく見せてくれています。その中で気になった部分を見ていきます。1つ目、インソールが微妙。まずはインソールです。革靴のインソールは基本的にはレザーです。
そしてその 90% の革靴というのはインソールの表面というのは滑らかになっています。しかしながらゴールデンの場合はなぜかスムースなレザーではなくてちょっと表面が荒れているレザーが使われています。なぜこれを使っているのかはよくわかりません。見えないところですので、まあいいかといえばそれまでですが、10万以上する革靴なら見えないところまでこだわってほしい気持ちもあります。レザーではなくレザーボードが使われている。聞き慣れない言葉ではありますが、レザーボードが各所に使われています。ミッドソールであったりカウンター、ヒール、こういった部分にレザーではなくてレザーボード、こちらが使われています。といってもレザーボードって何ってなりますよね。レザーボードはレザーであってレザーではないんです。どういうことかと言いますと、レザーボードはスクラップされたレザーと樹脂を混ぜ合わせてそれをこう板状にしたようなものになっています。レザーが含まれているということでレザーのような質感であったり特性もあるようですが、いわゆる本革とは少し異なります。樹脂が含まれていることでこの繊維がこうばらけるような感じになり、本革に比べると少し脆くなっています。もちろん全て樹脂素材のものよりはレザーボードは質感などは革に近いためレザーボードも悪くはない素材なんですが、10万以上の革靴に使われているのは少し微妙な点です。オールデンの半額くらいで購入できるレッドウィングなどではレザーボードが使われていますので、それを考えてしまいますとオールデンは割高な感じは否めません。品質だけで評価するのであれば、オールデンは10万円以上の革靴とは到底思えません。品質と価格のバランスが非常に悪いです。クオリティだけを見るのであれば5万円ほどが適切な価格ではないでしょうか。しかしオールデンは人気がある革靴ブランド、10万円以上するにもかかわらず多くの方が買っています。ではどうしてオールデンは人気があるのか、そしてどこでオールデンは価値を高めているのかというと、やはりブランド自体、これに価値があり、それがオールデンの価値を高めていると思います。インディーブーツのように映画内でインディージョーンズが履いているとなると、それだけでも欲しいという方は多いですし、そこに価値が生まれます。さらに歴史も長いですので、その中で定着したイメージというのは時代とともに憧れの存在となっている気がします。そういったブランド自体に価値が生まれており、オールデンだから欲しいといった方も多くなっているように感じます。それは実は私にも当てはまっていて、雑誌などで取り上げられているオールデンを見ると欲しくなりますし、品質が悪いという情報を聞いても欲しくなってしまいます。品質と価格、このバランスはどうしても悪く感じますが、そこにブランド価値がプラスされると総合的に見れば、10万円以上出しても買ってもいいかなとなるのではないでしょうか。まあそれでもですね、高いといえば高いです。皆さんはオールデンを買いたくなりましたか？人によってはオールデンに失望してしまって買う気がなくなった方もいらっしゃるとは思います。ですが私はそれでもオールデンが欲しいですし買いたいです。理由は単純です。かっこいいから。以上です。私にとってはオールデンの見た目、これは好みですし、醸し出す雰囲気、これが他の革靴にはない独特な雰囲気があるかなと思います。気のせいなのかもしれませんが、それは私の感覚的な部分でもあります。品質が悪いとか誰が何と言おうと、かっこいいと自分が思うのであれば、それは買う価値があると思います。なので私はこれからもオールデンは好きでいますし、履き続けてさらには買っていきたいと思っています。といった感じでですね、今回はオールデンについて少し一歩踏み込んだ話をしてきました。いかがだったでしょうか。見えない部分ですので、知らなければよかったという思う部分もあるかと思いますが、こういった部分も知っていくと革靴の知識もついてきますし、どういったブランドなのか、そしてどういった特徴があるのかっていうのも結構こう見えてくるかなと思います。最近見つけたこの、英語にはなりますがローズアンビルというチャンネルもですね、非常に面白くてですね、いろいろな革靴をこう半分に切ってこう見せてくれています。
まあ、革靴というかブーツが多いんですけども、まあ、ブーツであったりスニーカーが多いんですけども、まあ、そういった靴の中身をですね、まあ、普段見ることのない部分を、まあ、見ることでいろいろなこう革靴の、まあ、靴の知識なんかもついてくるので、今後ですねこういった面白いトピックがあれば、まあ、私のチャンネル内でもシェアしていきたいなと思っています。ということで今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。